ハローゼア。ハローゼア。本当に何も打ち合わせもせずに始まるんですけど、はい、あ、森哲先生で、はい、お名前レントさん。はじめまして。どういう人ですか？受験生版タイガーファンディングっていうところで、うん、クズっぷりをすごい、クズなんですね。世の中にこうバーンって広めて、めちゃくちゃディスられて、うん、めちゃくちゃバズったっていう人です。なんか数件受けたっていう話をちらっと聞いたんですけど。受けました。数件3級。受けました。3級って何レベルだっけ？中3卒業レベル。そう。偉いですね。俺英検3級だから。あ、まあ同じレベル。中学校、まあまあまあそれぐらいから。俺一応中2の時取ったよ。英検3級、中2の春。そう、新学校だからね。はい、別に中学は普通だもん。あ、そう、高校は。まあいいや。で、最初今日は最初、あ、ごめんね、話の弁として、はい、腰を弁として。いや、曲げるだけど弁当。あ、そうそう。折るわ。ハブレイクですか？ブレイク。それ英語でもないに腰を折る。言わないわ。言って英語で腰を折る。話の腰を。I'll break your back ってこと？そうそうそう。腰ってバックっていう。バックだよ。バックとかローバーバックとか。それが言えなかったんで、今言えなかったんですけど。で、今日だから森田先生がなんか、その数件の勉強してる時に、球の体積はなんか暗記しなきゃいけないとか。そうそうそう、書いてあった本に。で、なんでかなって思ったら、全然説明が書いてなかった。そう、何も書いてなかった。ということで、じゃあ、今日は森田先生にまず、球の体積がなぜ身の上に心配R の3乗なのか。はいはいはい。ああ、そうそうそう、それコメントで聞くと。心配 R の2乗ってね、その語呂合わせで覚えてもね、しょうがないんで、なぜそうなるのかって話をやるってことなんで、じゃあ、とりあえず最初は、レンさん、ね、見学。行きましょう。と、編集なかった。するよ、一応。じゃあ、これはじゃあ、一応、森鉄の方でも、ちゃんと編集して出してもらうので、はい、一応、じゃあ、森鉄バージョンでは、一部、二部に分かれるように、一応、構成を縫ってやる。まず、さっき言ったようにね、球の体積っていうのは、身の上に心配 R の3乗とかね。はい、そうなってますか。で、表面積が4、心配 R、事情があるとか、ね、そんな風に言うんだ。これは知らんけどね、うん。V と S でしょ。V そうそうそう、ボリュームとスペースね。違いますよ。違う、スペースじゃないよ。あ、しかもサーフェイスだ。そう。サーフェイス。サーフェイスエリアですね。表面積。スペースじゃサーフェイス。スペース。サーフェイス。でもすぐサーフェイス出てくるわけじゃないでしょ。いや、さすが。ね、で、まあ、じゃあなんでこうなるのかって話するのに、はい、そもそも水の体積 SV 主語動詞水ね、水誰も聞いないからね、はい、ノーバディリスやボイスね、はい、水の体積って同じ底面積同じ高さの柱、うん、柱ねの体積の3分の1なのね。はい、ありました。だって、はいって思う、はい、3分の1じゃねえよ。違う違う、これ円柱のやつが出た。なんで3分の1だよ。これ3個入るからでしょ、この中に。こいつが3個入る。なんで3分の1なんだよ。そう、俺今でも覚えてるからね。1個、2個、3個。これ最初、これ水の体積が中の3分の1であるっていう理由を積分使わなきゃできない、分かんないと思ってたのね。で、塾講師やった時に、まあ、こればっかりは、まあ、しょうがないから3分の1、高校入って積分やらないと分かんないから、うん、まあ、しょうがないから、これ覚えてって言ってるの。はい、で、ある時、隣の教室で、算数の先生が、小学校5年生相手に、これがなぜ3分の1かっていうとなって、説明始まって、あ、俺聞きたいと思ったけど、自分も授業しなきゃいけなかったから、聞き取れなかったの。で、じゃあ、後で聞くは言ってる恥だからと思って、その先生に、先生、小学校5年生に説明する方法あるんですかって言ったら、うん、それはね、こっち側が3分の2だからだよ。そう、トートロジーみたいになっちゃってね。で、結局私はそれ以降その先生と会話をしないようにしたんだけど、なぜ3分の1かって、小学生に説明できるんですよ。お、後から知って、あ、なるほどね。で、じゃあそれをまずそこ、はい、で、それやるのにまず透析変形って、この面積の話ね。うん、こう平行線があったら、これどこでこう透析変形、透析変形、血を入れ替えるやつですか。それは人工透析で、それしかも血は入れ替えない。洗うっていうか、まあ、きれいにする。こういう三角形があって、これにこう平行線だから、これ高さ距離はどこだと思いますね。はい、そうですね。そうすると、こうした時にこの三角形とこの三角形の面積は、まあ、同じだよね、はい、それは待って、面積の出し方が底辺×高さ割る2っていうのを認めるとするならば、うん、底辺の長さと高さが同じだったら、面積同じだよね、うんうん、そうですね。それは、まあ、認めましょう、どうあっても。じゃあ同じように水も底面積と高さが同じだったら、斜めっぽい水だろうが、これ直縁水ですね、真上に伸びる直縁水ですけどね、うんうんうん、直縁水だろうが体積は同じなんじゃないかなっていうのをまず認めたいんだけど、塩を入れた水のことですか。まあ、じゃあ聞いてないからね。直縁水、はい、直縁水ですよ、直縁水、ね、で、それを認めるのに、例えば合同な三角形を、ちょっとこれ全然合同っぽくねえな。合同もめっちゃ勉強した、この3級の時。合同っぽい三角形を底面として、これが例えばこっちの方に
伸びる錐、三角錐とあと、まあ、真上にこう伸びるようなね、うんうん、こうちょっと図が難しい錐、これもうちょっと真上っぽく見ようか、こんな風に伸びる錐と、これ合同ね、底面、はい、こう斜めに伸びる錐とまっすぐ伸びる錐、うんの体積は同じなんじゃないかなっていうのを認めるのに、これだから上から見ればこの水位を真上から見ればこういう感じね、でこの水位は真上から見ればこっからこうまっすぐ伸びるから頂点ここね、こう切ったようなやつの反対ね、こうまっすぐ伸びてる、こっからね、そうすると頂点ここでしょ、頂点ここね、頂点、うん、でそれをどっか同じ高さのレベルでピュッてきた時にこっちの切り口はまあこのような感じでね、こうどっかピュッて切ったら、うんうん、切り口はあ上にこの切り口はここね、この目みたいな、そう、うん、ギュギュみたいなやつね、はい、でこっちはこう切ったらこうだよね、ここだよね、あここがこう、こう切れるんだから、でそうすると同じレベルで切ってるんだからこの辺の長さとこの辺の長さはそれは同じになりそうで、これ細かくちゃんと証明すればできるけど、まあ、イメージとして同じだよね、うんうんうん、そうするとこの三角形とこの三角形同じレベルで切ってれば面積も形も、うんうん、てかそもそもこれこの三角形とこの三角形って明らかに形同じだよね、そうですね、それはまあまあ認めるよね、うん、でこれももちろん形同じだよね、うんうん、で長さも同じだから面積等しいと言えそうだよね、うんうん、そうするとどこで切ってもこの切り口の三角形の面積は同じだよね、うんそうするとどこで切っても面積同じものを積み重ねていく、ここでおめえそれ責務じゃないかっていう文句が出るな、おそうなんだ、うん、それ責務的考え方じゃないかっていう文句言われるんだけど、うん、でも一応球の体積を人類で初めて求めた人は誰だか知ってる、そんな人がいるんですか、いますよそれ、でしかもそれは有名だからもちろんそれ以前に求めた人いるかもしれないけど、うん、一応名前が残ってて、球の体積を最初に求めた人はモンテスキュー、誰ですか、え誰、うん、それはニュートン、ニュートン、リンゴ、ニュートンももちろん偉大な数学者だけども、うん、もっともっともう紀元前、紀元前アルキメデス、あアルキメデスの法則の、アルキメデスがだからアルキメデスは有名なお墓にこの図を残してくれとかっていうようなね、確かお墓にこれを刻んでくれと、アルキメデスの有名なことはユリーカ、ユリーカね、あエウレカね、そう、ラテン語でラテン語でラテン語でそのことユリーカって言うの、英語はユリーカ、あの分かった分かった、それは確か風力の法則を見つけた時の逸話だけど、あの王冠の偽物か本物かどうかっていうのをお風呂にドボンって沈めて溢れた水の量でっていう、なるほど、それで、あ分かった分かったって、あの風呂に入って気づいたもんだから、フルチンで街歩いて公然わいせつですか、また同じじゃんで、まあ、でなんでその時代からもうさっきの3分の 4πr の3乗は分かってたのね、もうだから紀元前の頃から、すごい、で分積分を発見した人はいろいろ説があるけども、ニュートンとかライプニッツとかそんなもう千何年の人たちなんで、積分が発見される前から一応この考え方でどこを切っても面積が同じだったら薄いものを積み重ねていく、うんうん、でどこでも面積同じだったら体積同じだろうというのは認めてよさそうだよね、そうですね、なんで水は同じ底面積同じ高さの水だったらどっち向いてようと、うん、どこに伸びてようと、うんうんうん、まあ、体積同じと認めていいでしょうと、なるほど、ということはまず認めますと、うん、とするとなぜじゃあ水は体積の中の3分の1になるかっていうと、でこれをまずこう切りますと、こっちこうね、これ一つ三角水を切り取ったのね、うん、ここ ね、はい、でそうすると今、こっちをこう切り取ったんで、切り取られた残り、それだからこれがこっちを消せばこう分離されたわけだ、これを今こっちこね、でこれをまあ別に倒す必要はないんだけど、倒したとしてまあなんかこんなような、これを今度この四角形を底面とした錐ができるよね、なるほど、倒せばこれをバタンとこう倒した感じ、ね、で三角錐っていうのは全ての面が三角形だからどこが底面でもいいわけですよ、なるほど、どこが底面だろうと三角錐なんですよ、うんうん、でも四角錐はこれが底面しかありえないね、うんうん、四角形を底面とした錐だ、うんうん、で今度この四角錐をこう半分に切ってみよう、こうで、そうすると向こう側にも三角錐、こっち側にも三角錐ができる、ね、要するにここでこう切った感じね、こう切ると向こう側の三角錐とこっち側の三角錐が、これを底面とした三角錐が2つあるできるね、そうするとこの三角錐とこのこっち側にできた三角錐は底面は中の上面と下面なんだから合同だよね、うん、
こことここがこれとこれ、うんうんうん、で高さはもちろんこれとこれなんだから同じだよね、うんうん、そうするとこの三角錐とこの三角錐底面は合同で、まあ、伸びていく方向はちょっと違うけどこっちはこっからこう伸びていくし、うん、これはまあこっからこう伸びていくんだから、うん、違うけども高さは同じだよね。そうするとこの三角錐とこの三角錐は体積は同じでいいよね、うん、でじゃあ今度こっちこれをこう底面の四角長方形を半分に切ったんだから長方形を半分に切ったんだから同じだよね、うんうんうん、で頂点一緒だよね、うん、共通だよね。そうするとこの三角錐とこの三角錐は同じだよね。ってことは元のこの三角柱を同じ体積3つに分けられてる、うん、ってことはこれ一つは同じ底面積同じ高さの柱の3分の1これが今3つに分かれた3つに分かれたので今もう頭の中で図形が浮かばないからこれ1個目残り2つを今度また半分に置くと残りだから3つってことね。ああそういうことね、はい、そうすると同じ底面積同じ高さの錐は体積同じだとでしかも柱の3分の1になるというのが分かったらあとは角錐だったら別に三角錐を付け加えていけばもう四角錐になるし五角錐になるし角錐だったらもう何角錐だろうと同じ底面積同じ高さの柱の3分の1になるね、うんうんうん、で円錐だってめちゃめちゃ細かい三角形にこう分割できるよね、うん、この中は問題なくできるしこの隅っこだってすんげえ細かくすれば直線と見なしていいぐらい細かく分ければできるよね、うんうんうん、なるほどできるよね。だって私と君はだって同じ地球上にこう立ってるんだから本来だったらこういうふうにねちょっと細かくできないのに今正面向き合ってると同じでしょ。要するにそれぐらい細かく分ければ、まあ、直線と見なして三角形作れる、ね、ああ確かにこうならないですね。ちょっとカンタラさんの家はちょっとビー玉転がすとこういうなんだけどもなんでこういった隅っこも円の曲がったところもすごく細かく分ければ、うんまあ、直線と見なせると、うん、そうすれば錐だって、3分の1と言えるということで、同じ底面積同じ高さの柱の錐が3分の1になるということが今認められたと、うん、なるほど。じゃあここまでが第1部ね森哲ちゃんの、うん、で次第2部で第2部、ねはいうんドゥルルルルンとか言ってるで第2部は今度は、じゃあメインね、はい、その球の体積が3分の 4πr の3乗で表面積が 4πr の2乗である理由はその錐が3分の1であることを利用してこう円柱にすっぽり半球が入るようなでそこに逆さ円錐をこう重ね合わせます。円柱があってそれにすっぽり半球が入ります、うん、球を半分にしたやつでこっちを底面とした逆さ円錐を描きますと、うん、でこういうのを考えるときに立体のまま考えると考えづらいんで断面を切って考えます。でこう切ります。それとまず今半径を R とします。そしたら当然ここも R ですね、うん、ね同じ半球で今どっか適当な2位の場所でスポンと切りますと。まあだからじゃあどっかこの辺で切りましたと。そうするとこのまず半球の切り口はこっちでね、うん、半球の切り口、うん、あここまでねここまで、うん、ここまでねこうだよね。この辺にできるこんなような円だよね。じゃあそれの半径はいくつかなというので切った高さを x しますと。でそうするとまずここにこう線引くとこれいくつ、あ、三平方の定理。その前にまずここ。その前に。その前。今半球だから同じか。うん。R、ね。R、うん。半径 R の球なんで、うんうんうん、ここの長さも R。うん、でそこでそう今言ってる、うん、ここの長さはっていうと、三平方の定理を使えば、うん、x 二乗プラス、うん、ここの2乗ここの二乗イコール R の二乗。プラスじゃあ、ね、ここのじゃあまあなんとかの二乗が R の二乗だから移行して R の二乗引く x の二乗で。これはまあもちろん長さだからマイナスはないんでルート取ればいいと。なるほど。こうなんですね、うん、でじゃあ今度この錐の切り口はここからここまでね錐の切り口の半径はああそうだねここもいいこの部分ねここら辺ねこの辺、うんうん、でこの長さはって言った時にこれ実はこの角度でいいや。じゃあここ何度ですか、まあ、どうなってんの。はいどうぞ45度。ここも正三角形になってる。じゃあ正方形だ。正方形なんで。ここあすごいもう正方形の対角線、はいはい。
なんで45度なんで、45度45度の三角形なんていうの、正三角形違います。え、45度45二等辺三角形。何二等辺三角形？すんごい二等辺三角形さあこういうの直角二等辺三角形、直角二等辺三角形はこう、もちろん二等辺だからこれも同じね、うんうん、これもだから直角二等辺でしょ、これ45度だから90だから、ああはいはいはい、この長さはってことはどこ X になる、 X ですね、はい、とあるレベルで切った時の切り口の半球の面積は半径がこれなんで、円の面積は、あ、円の面積もあれか、一応どういう式だっけ、 πr 事情、ね、なんで πr 事情かっていうのも、これも一応あの積分が発見される前から分かったことなんで、うんうん、レントさん πr の事情で面積が出るのを小学生になんとなく分かるんでいいからね、なんとなく厳密さはまあ無視したとして、小学生に説明するいくつか方法あるんだけど、そういうのもねできるようにしてた方がいいですからね。有名な方法としてはピザですね、ピザ8等分、ピザ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 8等分、10等分難しいからね、ピザ8等分、ピザ8等分して並べ替えるとこんなんだよね、 1,2,3,4,5,6,7 1,6,7 とこれ、ね、8等分だからこうだけど1億等分して並べ替えたらどうなる、なんかめっちゃスラーン、どんな感じ、ほぼ長方形になるよね、うん、ほぼ、うんうんうん、でここもまあ曲がってんじゃねえかって言われるかもしれないけど、1兆等分したらどうよと、うん、一形等分したらどうよと、うんうん、もうほぼまっすぐになって言えるよね、で一形等分一形等分したらこれもうまっすぐ上と、今斜めだけど、うん、一形等分したらまっすぐでいいよね、うんうんうん、そしたらこれが半径でしょ、こう、まあ、円周の長さのの半分か、円周の半分でね、うんうん、円周の長さっていうのは 2πr、 2πr でね、でこれなんてっていうのはこれだってそもそも π の定義だからね、円周率っていうのは直径の何倍ですかっていう話だから、ね、直径の何倍ですかって話だから、うんうん、で 2πr の半分だから πr でね、長方形の面積、ピザじゃなくて π にすればよかったね、うん、はいはい、ね聞いてないから、ね、なんで面積は πr 事情と、うんうん、っていうことなんで円の面積は πr 事情、じゃあこの切り口の半、ああなるほど確かに今頃かよワンテッドの世界で、じゃあこの切り口の半球の半径がこれなんだから、面積は径がこれなんだから、それをまた二乗するとどうなる、二乗するとルートが取れる、屋根が取れるね、うん、屋根が取れてそれに π をくっつけてね、うんうんうん、で、三角錐の切り口の面積は、切り口の面積が、うん、どういうこと、その X を使ってくれるでしょ、これ2分の1とかって出てくる、だって半径が、あ、これ半径なんだでしょ、まあ、ここだ、そしたらもうそのまま πr 事情、うん、πx の事情だね、 πx 事情、うん、で、じゃあこれ足すとどうなるかっていうと、これまでじゃあカッコ外してください、こう外すと分配法則ね、 πr 事情マイナス πr 事情マイナス、どっちを先に、この πx 事情で、 πx 事情、まあ、順番どうでもいいですか、うん、プラス πx 事情だから引き算、足し算で消えるね、うん、まず πr 事情ですね、これ今何が πr 事情かというと、あるところで切った時の切り口の半球の面積と錐の面積の合計が πr 事情、うん、分かったのね、 πr 事情って何、うん、πr 事情って何、面積、ここの面積だよね、この円柱の底面積で、半径 r だから、うんうんうん、半径 r ですね、はい、半径 r の円の面積だよ、これまさに、うん、だこれ円柱の底面積だよ、ってことは今あるところで切った半球の底面積と半球の切り口の面積と三角錐の切り口の面積を合わせたら、この柱の底面積と同じでした、どこで切っても、うんうんうん、でそれをどこでも積み重ねていくってことは、この半球の体積と円錐の体積を足すとどうなるかっていうと、円錐になってる、まあまあ、円錐で、円錐がということは自分で考えろということは、はい、自分で考えろ、はいって言ってるよ、だって今何言ってたかっていうと、うん、どこで切っても切り口の半球の面積と切り口の錐の面積を足したら、うんうんうん、この円柱の底面積と同じなの。オッケーオッケー。はい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 。どこで切っても。オッケーオッケーオッケー。ってことは、うん、この半球と錐の体積の和っていうのは、底面積の和が常にこの円柱の底面積と同じなの。うん、ってことは、この半球とこの円錐の体積の合計っていうのは、これと同じ。円柱と同じでしょ、うんうん、ね、これ円柱と同じなんですよ。うんうんうん、で、さっきやったように、錐の体積っていうのは、同じ底面積、同じ高さの柱の3分の1なのね。うん、
ね、これが1だったらこれは3分の1だね、うん、ここは、うん、そこがまさか3分の3みたいな感じでなんかなるってこと、3分の2ってことでしょ、何乗ってたらこれ円柱の、うん、円柱のサイズ、これいくつですか、うん、底辺かける高さ、底面積、底面積かける高さ、底面積がいくつですか、パイ R 事情、高さは R ってことはパイ R 3乗の3分の2なんで3分の2パイ R の3乗が半球になりましたってことは球はその2倍だから4倍ある事情が3乗になるってことですね。ああなるほどね、はあはあはあ、で体積先に出してから表面積出すとなんか嫌がる人いるんだけど、とりあえず私はそれしか知らないんでしょうがないです。体積出ましたと、うん、じゃあ今度球の表面積はって時に、球っていうのは無数の水の集合体、うん、水がたくさん集まったもの、うん、で細かく分ければもう底面平らと見なしていいでしょ、うん、地球の表面のある一部分、地球の1平方センチなんて平らだよね、平らです、ね、でそれを全部底面積全部合計すると表面積だよね、うん、表面積ね。で高さはどうですか、高さは同じ、高さは何ですか、球の球の半径ね、あるね、うん、で表面積かける底面積かける高さで水っていうのは、うん、3分の1の3分の1だね、が体積ですよ、3分の 4πr の3乗と、うん、そうすると3分のと3分の消せますね、うん、r が1個消えますね、うん、そうすると表面積は 4πr の2乗と、ああなるほど、ああそこだ、これをこう使って出すわけね、と、うん、いうことです。ああなるほどね、レントさん目みたいな、分かってる、分かります、まあこんな感じです、分かんないね、多分今のやつ分かる人にしか分かんない、ね、なるほど、そうやってちゃんと考えれば出せるということです ですね、はい、ただそれが何、微積があるとなんかそれがバーンと一瞬で、あ、まあもちろんあの積分で出すのを今ここからやり始めると、まあまあそもそもこういう記号でインテグラルができるから、ああそう、インテグラルの0から R の、まあでも簡単だよね、0から R のこうか、まあこの面積の関数を出して、なるほど、積分数が出るんですけども、それはまあして高校2年なんで、まだ準2級をこれから受けようって人にはちょっと早すぎますんで、この次ということで、まあまだ本当にね謎なところいっぱい残ってるんで、はい、ちょっとレンズさん感想を、いや真ん中っていうか、はい、ここでゲス発言してバーンでしょもういやなんか覚えておけばいいやつだったんで、覚えておけばいい公式をね、公式をただ単に上抜きしとけばいいやつ、こう知るとはすごい納得、もうちょっともう全然カメラ意識してないね全くすごい納得して、本当面白いっすめっちゃ疑いの目本当かよみたいな、このチャンネルの動画だって多分合計で2秒ぐらいしか見たもんね2秒、ね、5分は見てる5分は見てるそれだ、まあこれからまあ見てください、だってこれも実は4回目ぐらいな、そうなんかほんといろんなゲスト来てる時にやってる、はい、じゃあ次じゃあレンドさんに何か言うんで、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。